私は実家にいまして、それで子供がちょうど1歳中1ヶ月で、保育所っていうか保育園にもお願いしてたので、ちょうどそろそろ迎えに行こうって思ってた時間帯だったんですけど、どうしようと思ったんですけども、あ、子供を迎えに行かなくちゃってこう思いがあって、後から言われたのよ、津波に向かって私は進んでいったみたいに話されたんですけども、とにかく着かなくちゃって思って着いて、で先生に、あ、お母さんよかったとかって、で子供をこう抱いた途端、あ、お母さん後ろからっていうか、こうもう水が来てるって始まって、でとにかくもう水がぐわーっといっぱい来て、車もこう押し流されてるような状況で、とりあえず高いとこつって屋根に登ろうって、昔からこう大きな地震があったらプラス津波もって普通はこう考えんだよって言われたんですけども、そういうこう伝える人がいなかったっていうかもあって、ああそういうこう昔の人の話っていうのも大事かなとかって思ったこともありました。あり得ることだなっていう思いが強くなって、だからやっぱり日々もしかして自分もなるかもしれないっていう気持ちはちょっと持って、その時はこういうものを持ち出そうって、自分で飲み物であったり食べ物であったり、子供がいればおむつとか、そういう必要な最低限のものは常にこう持ち出せる場所にあった方がいいなって思いました。